節子さんのウェイトレスの話。ユーミンなんてあんまりよくありすぎる BGM だわと節子さんは思う。うるさい店長は細長くて拭きにくいグラスを一つも水滴を残さずに拭けと言うし、節子さんは洗いざらしの水色の縞の入った布巾でグラスを拭きながらそっと目を上げる。ごく普通のえんじと紺のネクタイの男の人とごく普通のクリーム色のワンピースの女の人、親しげに話なんてしてる。よくある恋人同士によくある BGM、 気恥ずかしくなるほどだわ。節子さんは躍起になってグラスを拭く。節子さんは少しずつ二人を見ながら自分のことを思い出していた。そうよね、何気ない話をしたわ。私たちも何気なくお茶を飲んで、だけど突然あの人が突然目の前の彼女の瞳のちょうど真ん中からポロリと、それはびっくりするほど綺麗に可愛らしくポロリと涙がこぼれた。節子さんのグラスを拭く手が思わず止まってしまった。そうよ、そうだった、あの時やっぱりこんな風に突然あの人の口からあのお別れの言葉が出た。節子さんの目はもうほんの少し盗み見てるだけではなかった。もう節子さんと目の前の彼女は無関係ではなくなっていた。嘘であって、嘘であって、嘘であっての一言が節子さんの頭の中で洪水になった。彼女が首を振る、彼が黙る、節子さんが他のお客のオーダーに生返事をする、彼女がまた首を振る、彼が席を立つ、節子さんがうつむく。うつむいたその手元には吹きかけのグラスがあった。それにしたってなんて吹きにくいグラスなんだろう。節子さんは彼の出ていく扉の音を聞きながらそう思った。というわけでした。なんてね、まる。